教師はね、人の魅力を強いと、人の魅力が強いと、自然の多いところで子育てしたいなっていうのがもともとあったんですけど、お世話になった人何百人にも連絡したんですけど、全員が羨ましいって言いました。まあ夫のお兄さんから聞いて、じゃあちょっとこれを受けてくるかって言ってね、結構盛り上がってて、うん、面白い人会いたいなって思ったら会えたりとか、面白いことしか今のところはない、うん。